どうも、高田桃です。今日は塗りをやっていきます。塗るのはこちらです。誰かわかりますか？これ桃です。これは今日は色鉛筆とクレヨンがあるのでやっていきましょう。どうしようかな。じゃあ紙を塗っていこう。紙はもういつも黒髪、ちょっと茶色がかってる黒なんで、ピンクにしようかな。できない色をここでやっていこう。紙塗っていきます。なんかさ、こういうのってさ、こうやって動かすといいって言わなかったっけ。ほらいい感じじゃない？絵心は自分では人並み程度を描けると思っています。あとはね、小学校の時の絵日記、何も描くことがなくて、基本的にどうしようってなって、夏休みの初日に絵日記全部描こうとするの何もしてないのに。今日はピクニックに行きましたとか、今日はカブトムシを取りに行きましたみたいなのを描くんだけど、途中でやめて結局最後1日で終わらせるって感じでした。絵日記なんて難しいよね。前になんかグッズを作るってなった時にイラスト描いていただいた鶴島辰巳さんっていう方のイラスト好きです。なんであんなに上手に絵を描けるんだろうなって思いながら見てます。いいじゃん、まつげが欲しいから、まつげもね、アイラインも描いちゃったりなんかして。じゃあ何色で塗ろう。髪ピンクにしちゃったからピンクじゃ塗れない。ジャージに柄つけようかな。青かな。水玉にしよう。私は青、水色にします。このクレヨンで塗ってティッシュでぼかすってすごい有能。いいじゃん。これね、クレヨンのクロコみたいな絵本があって、なんかみんながクレヨンのみんなが楽しそうにお絵かきしてるんだけど、クロくんだけできなくて、黒いからカラフルじゃないから、でみんなが楽しそうにお絵かきしてる上からこうやって全部真っ黒にしちゃうので、クロくんが悲しんでたのか何なのかで、誰か色鉛筆かな、なんかがガリガリ削るんだよね。で色鉛筆が何だったか、花火かなんかを描いてくれるの。そしたら真っ黒だったのに、そこに下の色が浮かび上がってきて綺麗な花火が出来上がるっていう話があるんですよ、ちっちゃい子向けの絵本で。その話がもうちっちゃい子大好きで、それを思い出したの、さっき。こうやってね、黒くんもね、バーってやって ここのやつがちっちゃくなっちゃうまで色をずっと塗るんだよね。なんか絵本で思い出したけど、マドレーヌちゃんっていう絵本もちっちゃい頃好きだったわ。手真っ黒。花火で描いとこうかな。
好きなのでね。クレヨンと色鉛筆を使って描いたんですけど、最近はアプリとかもパソコンとかもあるので、皆さんもこれね、配布したいなと思うので、皆さんもこれぜひ塗って、ハッシュタグ高田の塗り絵下グでツイートしてくれたら、ももが見に行きますので、ぜひ皆さんもやってみてね。で、いいやつはもものツイッターのアイコンにしたいなと思っていますので、皆さんぜひハッシュタグ高田の塗り絵をつけてツイートしてください。というわけで以上、高田ももでした。バイバーイ。真っ黒。